はい、F3C を伸ばして点数をつけながら練習してみる。それではお願いします。ちょっとこっちかな、少し離陸が見えないので。陸はいい感じですね。今日結構風が強いです。この風の強さでいかに正確に飛ばすか。マイスター足の演技でですね、非常に辛いのは風は考慮しかいけないというところが非常に辛いところです。今回はちょっとこの水平移動ですね、結構上下が多く出てます。これも、まあ、有利性と正確性で、まあ、大まかな、まあ、点数が多分つくと思います。でさらにそこに減点法が入ってきて、まあ、旗を1メーター外したら1点とかですね、そういうような感じでどんどん点数が引かれていくんですけれども、まあ、今の演技の完成度ってなると、まあ、マックス6点ぐらいになりますかね。そこから1点ぐらい引かれちゃうので5点とか、そういったような感じです。続いてダイヤモンドですね。これは線の演技なので非常に、やってる側は難しくても審査員側は引きやすいです。ですから点数がすごく下がりやすいですね。ラダーがちょっとこう向きがあるんですね。あそこちょっと風が巻くんですね。そういうところが難しいです。高度的には、フラワーに大体到達してるかな。で高さ的にもまあ7メーターあると思います。なので図形の完成度と、まあ、減点法、この風が強い中で有利性っていうのは本当に難しいところです。まあ、そこをやるとしたら速度がいかに安定してたかっていうところがポイントになります。で今のこれを感じですと完成度マックス 6.5 ぐらいで減点法を引かれて 5.5 ぐらいになるかなと思います。このジャッジは日本選手権に出てたとしたらのジャッジになるんです。それがちょっと甘いかもしれないですけど、そんな感じですね。それでは上空行ってみましょう。上空はセンターにずれてみましょう。センターが右に寄りますよね。これは完成度的には、まあ、6から 6.5 ぐらいで、センターずれってのが大きいので5から 5.5 ぐらいになっちゃうでしょうね。まあ、この 10m の幅からセンターずれるともっと大幅限定になります。まあ、ギリギリ入ってるかなぐらいですね。まあ、完全に翻弄されている感じで、前後にですね、前後というのは奥行き方向に少しスパイラルっぽく移動しています。ラダーの速度がちょっと均一じゃないのと、スタートと終わり、このループの中心にちょっと合ってないの、まあ、この完成度でいうと、まあ、6.5 でやっぱりいろいろなところ引くので5ぐらいになっちゃうそうですね。 UX ですね。
か雰囲気、ここら辺ですね。ちょっと尺つったけど、ループと線のつながりはまあ、ね、ぼちぼち、ちょっとこうきついかな。ロールも少し崩れ、まあでも完成度が6.5 から7ぐらいの間ですけど、原点引かれて 6.5 もらえるかなぐらいですね。6.5 とかそういうぐらいになるかな。オーバルですね、そこがちょっと食い込んできてるのと、もう少し下ってきてますよね。少しヘルも入ってますかな、まあ、ラダーかな、ラダー入ってますね。完成度的には5.5から6、そこから減点、まあ、ああいう噛んだもの引かれて5ぐらいになっちゃいますね。5.5から6、5ぐらいですかね。ロールですね。みんなが結構点数取ってくる意味なので、減点落とせない。今のロールですと、完成度的になので、あんまり減点ポイントないので、そういうところが見込まれています。7ぐらいですね。センターも回ってます。ちょっと直線で落ちるのが多かったですね。上がりが少し少ない、下が少し落ちたような気がする。で寄りながら同じ高さに上がってきてる感じ、それも結構寄ってきてる感じがあるよね。まあ、今のですと関節には 6.5 ぐらいで、前転がポツポツあって 6.56 ぐらいですね。スタートでちょっと前半のラダーとエレベーターがうまく噛んでなかったですね。で後半に振ってきてるので、オートロ的には6点ぐらいですね。それではまた。